あいつ、ここはいかなる事態にも属さぬ領域、生死の境を越えし不可視の悲願、する女神の鐘が鳴るその日まで生きる者には会えにしなき怒りよ。去るがよい。何時らは災いを招く。すでに時を蝕むままごとの兆しが流れ着いてある。時を蝕む兆し、何かが現れたってこと？分かった、取引だ。その兆しってのが邪魔なんだろ。俺たちに渡してくれたらさっさと出ていく。それでどうだ。受け取れ、そして失せよ。審判の日はまだ訪れておらん。クリスタルか。スノーが待ってるね。やられてなきゃいいけど、おとなしく待ってはいないだろ。正解。お姉ちゃんと一緒で真っ先に突撃しちゃう人だから。真っ先に死んでくタイプだ。年上だからって張り切ってさ、後先考えないで危険に飛び込む、そういうやつが何人もいた。現実見ないで自分を捨てて人をかばって、みんないなくなった。ノエルはいなくならないでね。ノエルだって自分の身を顧みないで何度も助けてくれたよ。俺はちゃんと現実を見てる。スノーと一緒にするな。してないよ。あいつはセラを残して出て行ったんだぞ。勝手にいなくなって取り残される方の気持ちなんて考えてないんだ。どうしてノエルが苛立つのか分かったんだ。かつてノエルのそばから去っていった人がいた。その人に取り残されたノエルはとても辛い思いをした。何も聞けなかったけれど、ノエルの痛みが伝わってきたんだ。